リリキューネーム生野菜さんからいただきました。お母さん、いくら好きでも左手首骨折してるのに動物の森に行くのはやめなよ。ゲームキューブ取り上げるよ。これ逆でしょ、本当はね。うん、本来だったらお母さんが勉強しない娘さんに対して、うんね、ゲームキューブゲーム取り上げるわよっていう風に言うんだったらまだしも、逆にお母さんがね、うん、まあちょっとしたね、まあ、うん、うっかり母さんですよ。かわいい、まあ、かわいらしいお母さんだと思いますけどね。かわいいですね。まあただ DS じゃなくてゲームキューブってところがね、ちょっといいですね、なんか ね。何色なんですかね、ゲームキューブ。はい、うちオレンジ。あ、オレンジだったの、うん、僕一番最初のやつ発売日に買ったから、あの紫色のやつ。おー、ピンクを待ったんですけども、待ってても出なくて、ピンク、ね、オレンジにしたら意外と派手で、うん、あ、うん、みたいになってた。うちでパッキリしてるこれと思って。でも僕ゲームキューブ好きだったんだけどな。あの形いいですよね。そう、軽いし、そう、あの取っ手あんまり使わないけどすごい可愛い。あれ、うん、持って歩くには歩かないけど、確かに置きっぱなしだけど、なんかあの形すごい僕好きだったんだよね。私もあれ可愛いですよね。うん、まあ Wii もね、形的にっていうかデザイン的にはすごいかっこいいんですけど。そうか、パソコンっぽいですもんね。うん、あのインターフェースは好きだけどね、あの CD が入院。あ、うんいいですよね。ゲームキューブ僕もね好きなハードだったんですけどね。まあ未だに生野菜さんのお母さんはゲームキューブで遊んでいる、ね、ということなので大切にしてくださいね、はい、ゲームキューブ。絶望ネーム図書嵐さんの日記、女性の方です。1年ぶりに学校へ行った。知らない人ばかりだった。図書室の個室にこもった。個室で逆転裁判シリーズ全てを終わらせた。家に帰った。早く出ないかな、逆転検事。一日で全部ってこと？いえ、そんなことはないと思うけど、だって1から4まででしょ？学校へ行ってこもって、うん、終わらせて帰ったんでしょ？それ一日でやったとしたら相当な集中力だと思うけどね。ですよね。だって結構どんどん大変になってきますよね、あの移動して調べてとかって、うん、逆転裁判やりましたか？やりました。4まで？はい。あ、そう。はい。もうね、1はクリアして2の途中で止まっちゃったんだよね。あ、分かんなかったんですか？分かんない。そうだね。おー、分かんなかったんだよ。分かんなかったっていうか、なんか、そうね。え、難しかったんですか？あの、刑事パート、あの、裁判パートに行く前にね、何話だったかな？あの、役者のやつ。役者？あー、あれだ。うわ、そう、アクションされても全然伝わんねえな。殿様。あー、そう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 、そう、中にあの、ごっつい着ぐるみの中のスーツアクターの人の話。あー、で止まってた気、はいはい、あ、当たったかな。で止まった気がすんな。1は結構サクサク進んで、2がすごいボリュームアップされたじゃない、はい、しましたね。すごかったですね。3以降もあんな感じなの、ボリューム的には、はい、あのフィールドワークが大変めんどくさい。そうなんだ。うわ、それにもかかわらず図書嵐さんはまあ、ね、そこ持ってクリアしたんだったら、ね、4はまた別の意味ですごかったですけど。あ、そうなんだ。逆転検事は私も楽しみです、うん、でもすごいね、逆転裁判。ああ、持ってったんだ、DS。持ってったんだね、DS だか。やる気満々じゃん。アドバンスだか分かんないけど。ねえ。まあ、そうですか。じゃあ僕も図書嵐さんに習ってですね、また2から再開したいと思います。はいはい、ステーキ弁当とか出てきますよ。そうなんだ。楽しみだな、はい。絶望ネーム、その絶望、神に返しなさい、さんからいただきました。井上さん、非常に良かったです。メタルギア。ザ・ボスは世界一の愛国者です。感動しました。4も楽しみにしています。4ですね。もう間もなく出ますからね。あ、よく知ってるね。なんか世界同時発売らしいですよ。すごいですよ、ね、なんかかっこいい。すごい、なんか私のネタばっかで申し訳ない。いいんです、いいんです。そういう放送なので本当大丈夫、はい、いや、すごいですね。いや、でも本当にね、本も楽しみですね。今度また全然ザ・ボスと雰囲気の、ま、全く正反対のような少女の役なので、これはまた楽しみだね。また PS3 でね、うん、相当ですね、あの画面とかも綺麗になってね。えねえねえ、どんなことになるのかもちょっと想像もつきませんけどね。すごいね。必ずやります。絶望ネーム、森崎くん、パンチング届くわけない。俺なら届くぞ。からいただきました。男性の方です。端から端まで。こっち対角線ってこと。私はファミコン世代の人間で、はい、ファミコンの音楽が大好きです、うん、独特の音源の音色や短いフレーズの繰り返しがたまりません、うん、飛竜の剣
3、うん、オープニングは音色が最高です、キャプテン翼2のワールドユース予選敵ボールの音楽は15秒程度の曲のループが音楽として完成しています。しかし周りの同世代の人間にすら理解されません。ファミコン末期の音楽は作り込みが素晴らしいので、ぜひ多くの方に分かってもらいたいです。いやー、これはその通りですよ。おお、やっぱりね、ファミコンはですね、多分なんですよ、3音プラスノイズっていう、基本メロディーに使えるのは3音だけだったのね。うん。だから、すごく少ない音楽、音で、メロディーを構成しなきゃいけないんだけれども。そうか、そうか、はい。だからね、妙に耳に残るメロディーが多かったんですよ。へぇー。うん。なので、偉大だと思うけどね、ファミコンの音楽って非常に。飛龍の剣3って今、名前が出ましたけれども。はい。これ今やるとすげえ難しいのね。まあちょっと格闘ゲームの走りみたいなゲームなんだけれども、まあ当然のことながらこう対峙するじゃない ?1 対1で、うん。で、そうすると相手にヒットマークみたいなのが出るわけ。丸とか。うん、で、一撃で倒せる星みたいなマークが一瞬とかピッと出るのね。はい。で、それに対して攻撃とかするんだけども、なんか当時すごいそれに当てられたの。でも今やると、うん、あれ全然当たんねえ。みたいな。全く当たらない。それは、うん。動体視力の低下ってこと。もうね、おっさんだからじゃねえか。言わなかった。でもそういうことなんですか。いや、そうだと思うよ。なんかね、アクションゲームとかね、もう軒並みできなくなってるね。そういう話なんかこの番組の初期にも結構したと思うんだけれども、マッピングできねえとかさ。ああ、言ってた。なんか頭の中でマッピングできていたのが、全然もうできなくなってるとかさ。はいはいはい、もうやばいね。やばいか、はい。でもそんな中でもファミコンの音楽って非常になんか耳に残っていて、はい、特にディスクシステムの FM 音源が僕は非常に好きでしたね。あ、もう全然誰もついてこない。ディスクシステムの FM、ラジオが聞ける。おお、何のラジオ？いや、なんか FM。東京 FM とか。そうそう。かもね。次行こう。絶望ネームテーテーさんからいただきました。ゲームの中のアイドルに着せる衣装が1億円以上も売れているのか。俺には服を買いに行く服もないのにな。いい国じゃないか、この国は。ほー。そんなに？まあでもアイドルが着る服ってのは大体こうなんだろう、やっぱりきらびやかな感じで高いものだっていう感じがするから、それだけやっぱ人前に出る時に気を使ってくれてるんだなっていうふうに考えたら、まあ1億円っていうのもね、納得できるかなと思うけどね。どうですか？でも、ゲーム…だからやっぱりアイドルっていうのは、そのアイドルっていう名前の通り偶像だから、うん、やっぱりきらびやかな衣装に身を包んでいてほしいわけですよね、うんうんうん、だから、うん、多少やっぱりあの衣装高そうだな、雑誌でこうやって見て、うん、あ、なんかこの子が着てる服とっても素敵だなと思って衣装って見てみると、うん、うわ、このワンピース13万もすんのか、すげーみたいなあるじゃん。意味わかる、うん、でしょ。うわ、この靴だけで12万ってありえなくねみたいなのがさ、それ考えたらやっぱ1億円なんてあっという間ですよ。そっか、いい国だね。宇宙服、アイドルに宇宙服ね。それはまあまあまあ、いい国じゃないか。いい国だ。というか、テーテーさん全裸なんだね。絶望ネーム全治10年さんからいただきました。僕に彼女ができないのはマスターボールがないせいですよね。わかります、わかります。なんだろう。あー、これ使っちゃったんですかね。あ、もしかまだないんですかね。どっちでしょう。なんだろう、マスターボールを手に入れてないってことなのか、使っちゃったか。あー、ってことはもうすでにあれなんじゃね、いるんじゃねえの。いや、私だって間違えて全然関係ないのにこれ使ったことあるよ。関係ないのってどういうこと。なんか普通に取れそうなやつに、あ、間違えて使っちゃったことがあるから。普通に取れそうなやつに、うん、あ、別にそんな別にそんなマスターボール的なものを使わなくてもゲットできんじゃねっていうやつに投げちゃった。最初そう間違えてたから、そうかもしれないじゃないですか。草むらから出てきたやつ。そうそう、わーっつって出会い頭に投げちゃった。ダメだよそれ。あの、だからどっち今ね、どっちの状態かわからないですけど、まあ手に入れてないんだったらまだこれから。そうだね。まあもし彼がマスターボールをすでに所持していて。それをなんかよくわからない草むらで出会い頭に会ったやつにうわーやべーっつって投げちゃってる可能性があるってことかもしれない。それがたとえ彼女と呼べる存在じゃなかったとしても、存在じゃなかったかもしれない。かもしれない。出会い頭に、出会い頭に
学校であったよう、お元気全治10年つって声かけてきた友達とかにあっつか投げちゃってあっつっておっつってうわっつってなっちゃってる可能性があるってこと。ワクワク、うわーそれワクワクする。りょうこちゃん本当にいい顔してるな。絶望ネーム緑美さんからいただきました。お、緑美、Wii を買って1年半になるのですが、任天堂やハドソンやセガの旧作がたくさん遊べるバーチャルコンソールばかりやっています。昔メガドラも PC エンジンも買ってもらえなかったので、今はレンタヒーロー、イース1-2、バーミリオンを並行してちょっとずつプレイしています。なるほどね、すっげえわかる。あ、昔のソフトなんですね。確かにね、そうやって昔自分のお金でこう手に入れられなかったものが、まあバーチャルコンソールでこうなんだろう、結構自由になるお金が増えてきてるから、簡単にこう手に入るわけじゃないですか。あ、なるほどな。うん、やっぱりね、買っちゃうね。そうするとね、僕もイース1-2はダウンロードしましたね。オリュンポスの戦い入ってるかな。オリュンポスの戦い入ってるかどうか知らんけれども、なんでそのマニアックなところに行くの。だってあれヒロインの名前を自分で決められて、その当時好きだった子の名前をこっそり入れて始めたのに、クリアできなかったっていう、悔しい思いをしてるんですよね。あ、でもなんかそうやってさ、大体名前入れられる、ものだったじゃない昔のやつって、ヒロインの名前とか、はい、一緒にパーティーを組む女の子の名前とかさ、あれさ、友達にソフト借りたりとかするとさ、あ、こいつ、お前あれ、おいみたいなことになったりとかたまにすんだよね。それが嫌で、俺、僧侶と魔法使い女の子だったのに、お母さんと担任の先生っていうのは一生懸命やりました、それで。お母さんと担任の先生今思えば辛かったな、あれ。それ辛いね。それ辛いよね。それは面白い。まあ、緑さんもね、若干マニアックな、ラインナップであるんですけどね。レンタヒーローとバービリオンっていう、まあ。知らないですもんね、イース以外は。まあ、両方ともメガドライブの名作ではあるんですけどね。バービリオンはちょっと微妙かもしれませんけどね、頑張ってクリアしてみてください。はい。